マリーア・ソフィア・ディバビエラは、両首チリア王・フランチェスコ二世の王妃、ガブリエレ・ダンヌンツヨに、厳格な、バイエルンの子し、マルセル・プルーストに、ガエータ上塞の戦士女王と呼ばれた。バイエルン王家であるビッテルスバッハ家王家に属する、バイエルン・コー・マクシミリアン・ヨーゼフとその妃である、ルドビカ王女の娘として、ミュンヘンで生まれた。ドイツ語名は、マリー・ゾフィア・アマーリエイン・バイエルン、姉にヘレーネと、 オーストリア皇后エリーザベトが妹にフランチェスコ二世のイボ帝であるトラーニ吐ルイジの日マティルデがいる。1859年2月、マリーは両シチリア王フェルディナンド二世の息子で王太子であるカラブリア皇フランチェスコと結婚した。この結婚は政治的なものであった。彼女の姉エリーザベトがオーストリア帝国皇帝フランツヨーゼフ一世と結婚しており、 コーヒーを介して、オーストリア皇帝と未来の両シチリア王が義兄弟になるからである。代理結婚が行われた時にはマリーはまだ所長も迎えていなかった。嫁ぐ前に彼女はウィーンにいる姉、げ、エリーザベトを訪問した。マリーとエリーザベトは、オーストリア帝国の港湾都市、トリエステまで一緒に行き、そこでマリーが両シチリア王国が派遣したヨットに乗ると二人は別れを告げた。 その年のうちにギフ・フェルディナンド2世が没すると、フランチェスコが両シチリア国王フランチェスコ2世として即位し、彼女もそれに伴い同王妃、マリーア・ソフィアとなった。1860年9月、ジュゼッペ・ガリバルディの軍勢が首都ナポリに押し寄せると、王はカプアで体制を立て直そうと逃走した。しかし、カプアはボルチュルヌスの戦いで、 ガリバルディ軍に陥落させられ、王と王妃はナポリ北80キロにある強固な要塞、ガエータへ立てこもった。1860年暮れから1861年、初めまで行われた、ガエータ攻略で、ビットオリオ・エマヌエール二世の勢力は砲撃され、すぐに交代を余儀なくされた。この時からマリーア・ソフィアは、ブルボン家最後の砦を守った、戦う王妃という高い名声を得ることになった。 彼女は、精力的に働いて、兵士の士気を上げ、要塞を陥落させようとする敵との死闘の間、傷病者を運び、自身の食物まで分け与えた。ガエータ陥落と同時に領主チリア王国は瓦解し、国王夫妻は、ローマへ亡命した。それも束の間、南の覇者がリバルディと、北からサルデーニャ王軍が共に、ローマを目指して進軍してきた。フランチェスコは、 亡命政府をローマに樹立し、数年の間ヨーロッパ各国と調整を図り、王国の復活を目指した。1870年、ローマはついにイタリア王国のものとなり、フランチェスコとマリーアソフィアは再び亡命した。1894年に王は没した。マリーアソフィアはミュンヘンへ一旦戻った後、パリへ移って亡命ブルボン王族らと巻き返しを図った。 彼女は新しいイタリア王国が再びバラバラになることを狙い、1900年のウンベルト一世暗殺事件に関わったと噂された。第一次世界大戦の間はドイツオーストリア側に立って行動していた。このままイタリアを任してナポリオ王国が復活するためにイタリアに対して妨害行為とスパイを行っていると悪評高かった。マリーア・ソフィアの突出した富と特権は 私生活の不幸で曇った。フランチェスコとの間にできた唯一の女子は3ヶ月で死亡二度と王の子を産めなかった。しかし1862年にマリーアソフィアは双子を出産していた。当時彼女はフランチェスコの日だったが子供たちの父親はアルマンドラ・ワイスというベルギー人伯爵だった。双子は終分を恐れたビッテルスバッハ家の演者たちにより 彼女から引き離された。その後一度か二度、監視の中で子供たちと再会したと言われている。1897年、妹ゾフィーシャルロッテが火災現場から少女たちを助けようとして英雄的な死を遂げた。1898年、姉エリーザベトが無政府主義者により暗殺された。1925年、マリーア・ソフィアはミュンヘンで没死した。ありがとうございます。